手前かバンカー横ぐらいで一回ティーショット打ちます。はい、それでその後に170ぐらいでレイアウトというか刻みます。170打って残り780ヤードで乗せる。なるほど。はい、いう感じなので、セカンドティーショットで仮にちょっとミスってもセカンドでうまくいけば3オン狙いもできますし、はい、うん、ロングなので4オン狙いでもワンパットで決まればパーになりますので、はい、アイスとかに欲しいな。アイスかけ？オッケー。アイスとかに欲しいな。はい、じゃあ決まりました。アイスです。アイスドラコ、うん、かわいい笑顔がアイス欲しい。アイス欲しい。アイス、やっぱ女子にはこれですよ。いや、私アイスでそんな燃えないんですよ。大人の女性だから。いやいや、私23なんで。ハート満ちた方だな。いや、きついな。いいキス。これじゃ届かないよ。まあチョコアイスが食べたいな。本当に売ってる？本当に売ってる？うん。マジでチョコアイス食べたい。ガチですこれは。チョコアイスー。いや全然足りない。どう？うわだってもうこっちに来ちゃってるもんね。やっぱエイポンの壁はでかいな。エイポンはねちょっと強すぎ相手間違えてる相手エイポンはめっちゃいい当たりしてた。アイス、うん、アイスめっちゃいい当たりしてたよ。あちょ本気出しちゃいました。本気出しちゃった。だでもアイスって言われた後のもうキラッキラの笑顔がもうすごかったから。かわいいよ、ね、そりゃねかわいい。これもアイスもうなんか5個ぐらいもう確かに一人ずつからあげたい。そうそうそう。お腹壊しちゃうかもしれない。嬉しい。おお。もうだってもうバンクの横まで行ってるからね。うわーすごい。うんほら。え全然足りてない。めっちゃ飛んだ。めっちゃ飛んで、うん、めっちゃ飛んでます。バンクの横まで行ってる。すごい。200しっかり飛んでるって。素晴らしい。アイスの力すごすぎない？アイスの力すごいな。アイスで10ヤードぐらい上がるかもしれない。ねえ。すごすぎない？全然飛ばないな。ちょっとダフってるのかな。まあまあ前に進んでるからいいかな。あんま右より左の方がいいって言われたんで。ああ左目に。うん、いいと思いますよ。 OKOK、うん、あ、OK 7番ウッド好きなんだよな。恥ずかしい。全力のチキン狙わないです。刻みます。9番アイアン。こうやって左側狙った方が左の方がいいですね。グリーンとグリーンの間のバンカーぐらい狙ったらいいですよね。大丈夫。ちょっとダフらないっていう一つの課題があったんで、あったんで、あったんで、ダフらなかっただけよかった。だね。うん。まあ、グリーンのせいやっぱ厳しいと思うんで、はい、こう狙いにした方がいいですね。刻みだと190だから、今打っていい距離120ヤードまで。ああ。ちょっと風フォローなので余裕見て110の方がいいです。ああ。まあ多分ね、とか言って行かないから大丈夫です。もう一回左。はいはい、ありがとうございます。 OK OK、うん、戻ってきてる。うん、ナイス。うんナイスナイス。ありがとうございます。戻ってくることで分かるんですよね、うん、自分がどうなのかっていうのが、うん、さあこれは私がまあ70とかちょっと難しいんで、
130ぐらい、120、130を残しで考えてここにしました。7番です。135ぐらいいっちゃうんですけど、120ぐらいありまして、8番アイアンで、まあ、ピン方向を狙いたいな。うん、若干つま先上がってる。お、ピン方向いったー。なんかでかい。すー、悔しい。めっちゃピン方向だったのに。悔しい。これなんかナイスインしそうな予感がします。来たよ、大丈夫です。予言予言。あ、こっち、こっちのナイスイン。うん、そう、ナイスインしそう。さっきのことも違う違う。方向がね、方向大事ね。出せてます。そんな心配ありませんでした。ねー、ナイスインです。これがナイスインです。いやー、なんで。いいです。前から行きます。はい、はい、ありがとうございます。やっぱカメラが回ってるとね、いいとこ見せなきゃいけないからね。やっぱね、見応えというものは大事ですね。さっきエリポにこう、まっすぐまっすぐまっすぐ振り抜いてって言ってもらえたの。あ、手曲げなくていいかもです。どっちも曲げずに、そのまま。え、はい、やってみようかどう。ちょっと難しい。あ、でも、こっち方向でした。方向合ってたら。これ結構怖いんですよね。ナイス、ちょっと来た。ナイスアウト。ナイスアウトです。ありがとうございます。このワンパットはきついな。私はフック、あと2つ分見ましょうか。おー、結構強いですね。あー、あー、惜しい。あんま切れなかった。そうね、ちょっと強かったか。ほぼ上りラインですね。あー、重たくなってきましたね、ちょっと。やっぱり雨が降っちゃった。午前中よりも、午前中だったら入ってた。そうだね、午前中だったら入ってた。確かに、雨のせいだ。ボギー、ボギー、ボギー、惜しかったね。惜しかったね。さっきパンパットだったから ね、入れたかった、あれは。惜しかったね。結構狙いに行ったな。うん、ナイスアプローチだった。悔しいね。今日悔しい、パッと悔しい悔しい言ってますね、エリコね。うん、なんかこう、こう今ちょっとまだ噛み合ってない感じがあるよね。うん、しますね。ショットはいいのにな。うん、めっちゃ全部綺麗。こう全てが噛み合う時にやっぱね、ベストって出ますよ。ね、そうなのか。そうなのだ。そうなのだ。そうなのだ。打てますね。そうだ。はい、右ドッグレッグのミドルホール。こちら左右の帯ありません。はい。果てしなく行っていいですよと。お。
どこまでも。みたいな、あ、いいですね、夏用の長袖、そうそうそう、なんかアンダーウェアみたいな着て、はい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 、逆に涼しい、いい日焼けしない、こういうのもっと欲しい、こういうウェア、お待ちしてまーす、こういうの作りたい、こういうの作りたい、あ、嘘、これやばい、全然狙えないわ、いや、私のどれ？え？フェアウェイじゃない？あ、そっか、あれゆっこさんで、やっぱエリポン常にぶっ飛んでる、しかもちょうど狙える、木の左側です、を狙います、シュッシュッ、今こう黄い玉だからさ、まあ、サブクリーン方向でいいやって、このラフ結構きついね、きついよ、まだ順目でよかったなって感じ、サブクリーン方向でいきます、はい、うん、ナイス、オッケー、うん、ナイス、オッケー、いいじゃん、最後右にキックしたよね、はい、こんぐらいちゃんと打てればいいな、あ、完璧、これめっちゃいいよ、めっちゃいいよ、あ、あ、あれ、え、入った、入ったか、お、こっちとも、うん、わからなかった、うん、行ってみましょう、行ってみましょう、綺麗にね、右に思ったより曲がりましたね、うん、悔しい、え、どうだろう、ちょっとね、やっぱちょっと追えなくなってくるのよ追えなくなってくるのよ、ちょっとね、目も疲れてきますからね、そうそうそう、そういうことで、そういうことにして、そういうことにしてそういうことにして、バンカー入ったか入ってないか、いつもよ、バンカーかも、ど真ん中です、ど真ん中ですね、あ、いた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 、惜しかったね、うーん、5番ウッドでもよかったかもですよね、いや、5番ウッドだともっと飛びませんか、飛びます、80、これで正解だったんですけど、思ったよりちょっと入れてた、上がりがなかったのプライスになりたい、いいね、うん、この音ですね、この音だな、やっぱトップしてやばいんだけど、映さないで映さないで、フックしてんのかな、あれなんかフックしてるように見えるんですけど、いやでもね、ちょっとこの左足下がりで右狙うの怖いんですよ、うんね、確かにあれやばい、でかい、いやセーフ、行きます、
欲しい？でもこれ乗ってないからワンパッドできるようにしなきゃ。難しいな。これは一応ワンパット取る。見たい人はチャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。お待ちしてます。